細総駅と細総、マインパーク前駅再総駅当時と付近の空中写真より多数路線の廃止に伴い廃駅となった。本校では当駅の前身で1942年に開業した細総駅についても解説する。1942年に細総鉱山から鉱石を輸送するために栗原鉄道の路線が延長され細総駅もその時に開業した。 旅客列車の終点であったが、貨物廃止までレールは、貨物駅である細層鉱山駅まで伸びていた。1988年に貨物輸送が廃止されると、細層駅から細層鉱山駅間が廃止となったが、1990年に鉱山テーマパークである細層、マインパークがオープンすると、細層鉱山駅までの廃線跡を活用して 0.2km 鉱山側に、 一転し、駅名も、細層マインパーク前に、改めて観光利用を狙った。しかしながら、路線廃止まで細層駅の駅舎は残されており、細層マインパーク前を発車する列車からも確認することができた。当初は、鉱山の後には、レジャー施設の玄関口であったことが評価され、2002年に、東北の駅100選に選定された。 短式ホーム一面一線を有する地上駅。斜面にあり、駅舎から少し降りたところに、ホームがあった。夜間退泊も設定されていた。なお廃止後、ホームの駅名標は撤去されたものの、末期の姿ほぼそのままの形で残っている。なお、廃止された、救済総駅は当駅の石越方にあった。廃止前は一面三線で、廃止後は本線のみ使用され、旅客ホームは、 横取り線として、当駅側のポイントが残されていた。駅舎は、会社の事務所として使用され、駅名標も残っていたが、現在はホームが残っているだけである。食堂が、駅前にあるほかは、店舗は少ない。駅ホーム脇には、電気機関車、ED202 と、木造の有害管球貨車は F71 が、保存されている。栗原市民バス、栗原電園鉄道、栗原電園鉄道線。 うぐいすざわ工業高校前駅から、細荘、マインパーク前駅栗原電鉄栗原電鉄線、小間場駅から、細荘駅から、細荘鉱山駅 AB 章は17年12月9日付、漢方鉄道省違法 ABMG ブックス企画、編集、さよなら。栗電、栗原電園鉄道公式メモリアルブックス、MG コーポレーション、2007年、72ページ。 寺田雄一、私鉄の廃線跡を歩く愛北海道、東北編、JTB パブリッシング、2007年、168p、ISBN 978から4から533068478、ありがとうございます。